皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。夏のセールで買った作品なんだけど、絶賛ハマり中で最高に面白いゲームを紹介するぜ。今回紹介したいゲームはこちら、ビビッドナイトです。2021年5月に発売された新しいゲーム。デッキ構築型高難易度ローグライクゲームになります。見た目は可愛らしいですが、かなりの難易度。理解してパーティーを構築していくのですが、運要素などもありかなり苦戦します。こちらの制作会社さん、株式会社アソビズムさんで、スマートフォン向けにゲームを作っていたみたいですね。ドラゴンポーカーと、城とドラゴンというゲーム。私はスマホ向けのゲームはほとんどやりません。この3つのゲームも遊んだことがないのでわかりませんが、今回紹介するビビッドナイトは本当におすすめするゲームとなっております。さて気になるお値段ですが、1520円となっております。レビューで他の方も言ってるんですが、この値段でこの面白さは買いです。何か面白いゲームないかなぁと探している君、ここにあるぞ。レビューは非常に好評なっているので他の方の意見も見つつ買いましょう。さてさてそれでは、このゲームを簡単に紹介していきましょう。とその前に、このチャンネルでは安くて面白いゲームを中心に紹介しております。自身で遊んでこれなら紹介できると思ったものしか紹介していません。今後の作品気になる方ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ダウンロードコンテンツではサウンドトラックも販売しています。BGM とてもグッドです。さてこのゲームの特徴ですが、正直いろいろ細かいことありすぎて自分でやって覚えてとしか言いようがありません。何回もトライして死んでトライして死んで、そうやって覚えていくのです。ローグライクゲームの醍醐味ですな。理解するとああこれはこうしてこうするといいなとか、こうした方がいいなとなり、実際にそのようにしてみると先へ進める。そうした時の脳汁がたまんねんですわ。第一段階のクリアまで進めて、裏ダンジョン出したところまで進めました。それではダンジョン攻略しながら簡単に紹介していきましょう。ストーリーは一応始めるときにありました。紹介はしませんがなぜこのダンジョンに入ったかの理由がありました。ローグライクなのでマップの構成、クリアしたときの報酬、ボスの種類などは毎回違います。このダンジョンは地下13階まであり、ボスが所々にいる感じ。さて説明していきますが、何を言ってるかわからないと思います。ニュアンスで感じ取っていただいて面白そうだなと思ったら自身で遊んでみてください。まず味方キャラを選択して仲間にしていきます。一番上の青いゲージがマナと言われるもので、移動するとマナが減っていきます。要は、何回も自由に移動できないということ。このマナが0になった時移動するだけでダメージを負うことになり、先へ進むのが困難になるでしょう。このマナの残りを気にしながら先へ進みましょう。移動した先には色々なイベントが待っています。今回は宝箱を見つけ新しい仲間のクリスタルを獲得することができました。このゲームの重要度その1、シンボルと言われる同じシンボルが合う仲間を用いると特殊能力が得られるということ。このシンボルをまず第一に考えその次にユニットの攻撃力や必殺技を確認すること。この下に書いてあるのがそのユニットの必殺技です。必殺技は確率で出るもので、何をしたかで出るようなものじゃありません。これは運です。このシンボルの特殊能力はかなりの数があり、一つ一つ説明がありますので確認しながら先へ進みましょう。この手のゲームはトライアンドエラー。何回も死んで覚えるものよ。さて次に気になるところは下のこの欄。選択したユニットは戦闘時オートで攻撃します。主人公はこの欄のジェムと言われるものを使い戦況をコントロールします。戦闘になったので見てみましょう。ターン開始時主人公のジェムを選択するまでスタートしません。このジェムの効果も様々あり、この選択により戦況がガラリと変わっていきます。赤いジェムは攻撃系ジェム。紫ジェムは防御やユニットバフ系。緑ジェムは回復系ジェムになります。今手持ちのジェムは前の敵1対30の物理ダメージというジェム。と、受けるダメージを1回だけ半分にする防御系ジェム。とにかくまだ序盤なので攻撃系ジェム一択。そしてこれもかなり重要なこと。それはユニットのアップデート。同じキャラのクリスタルを3つ持つとアップデートができるようになります。アップデートはそのキャラのパラメーターを上げることができます。そしてここが重要。パーティーに選択してない状態でもアップデートをするとシンボルを得ることができます。はい、ここテストに出ます。いいですか？シンボルという特殊能力は、パーティーに参加させるとその能力を発揮しますが、アップデートするとパーティーに参加しなくても、そして捨ててしまってもシンボルの効果を得ることができます。すべてのキャラをアップデートした暁にはとてつもない特殊能力を持ったパーティーが出来上がります。
ただキャラの数はかなり多く、狙って同じクリスタルを得ることは難しいです。ただ、同じシンボルを持つキャラしか出ない特殊な宝石ショップを除いては、道中宝石ショップといってクリスタルを売ってくれるネズミさんがいます。そこでクリスタルの売買、そしてアップデートなどの編成を行うことができます。今ちょうどその宝石ショップにいるんですが。はい、この色に注目。そう、キャラにレアリティが設けられています。左にも書いてあるのですが、ブロンズ、シルバー、ゴールドのレアリティになっていて、ゴールドのキャラはかなり能力が優遇されて強くなっています。目指すパーティーとしては、ゴールドキャラ6体集めてその6体をアップグレードし、ブロンズ、シルバーのキャラはアップデートしてシンボルだけいただいて売りさばく。パーティーには最大6名参加せることができますが、回復役3名アタッカー3名の構成がいいと思います。で、後でも説明しますが、はじめは全てのキャラやジェル装備品出ていません。ゴールドだけでパーティーを組もうとしても、回復役のゴールドキャラがまだ出ていないのでシルバーで妥協することになります。この辺は後で説明しますね。さて、お次は錬金術屋に来ました。道中手に入る虹色のマテリアルというものを使って、主人公が唯一使えるジェルを生成していきます。今画面に出ているジェルの中からマテリアル20個を使いランダムで3つ生成してくれます。このジェムにもブロンズ、シルバー、ゴールドのレアリティが分かれており、最初は全て出ておりません。ランダム生成された3つのうち1つ手に入れることができます。主人公は8つのジェムを持つことができるので、とりあえず生成して8つ持っておきましょう。ジェムの中には毎回使えず、クールタイムがあるものもあるのでその辺も確認しときましょうね。はい、ここまでいいですか？まとめますよ。6体のユニットでパーティーを組んで戦い、ユニットはオートで戦う。各ユニットの必殺技は確率で発動。ユニットのシンボルが大事で重なり合うと発動するが、アップデートでパーティーに参加させなくてもシンボル発揮できる。主人公はジェムで攻撃や回復ができ、8つまで持てる。ユニットやジェムはレアリティがありブロンズ、シルバー、ゴールドとなっており最初から全部アンロックされていない。とりあえずこれだけ覚えておけばなんとかなるでしょう。ではそれを踏まえた上でご覧ください。できる限りユニットの先制をし、あらゆるキャラをアップデートしシンボルの発動も多数し、発動中シンボルってところ見るといろんなシンボルが発動してると思います。パーティーの欄に6体のユニットその左上に星マーク。これはアップデート済みを表しています。そして主人公のジェムもある程度厳選しアップデートを施してあります。そしてこの先のマップが13回あるうちの9回の中ボスが出てきます。いろいろ厳選して準備万端で挑みたいと思います。中ボスくん魔導ゴーレムだったかな？一部始終をご覧ください。簡単に死ぬんですねー。現在はこのマップはクリアしていますが、この先もかなりの高難易度のダンジョンが待っています。みんなはクリアできるかな？ダンジョンをクリアしたり、道中で拾うアイテムでガチャを引けます。このガチャでまだ解除されてないキャラクターや装備アイテム、ジェムをアンロックしていきます。ゴールドのジェム、ブロンズのキャラ、シルバーの装備品が出てきてこの中の5つアンロックすることができます。まあこれはお好みだと思いますが、ゴールドキャラが出るのを祈ってガチャしましょう。はい、出ましたゴールドキャラ。これはアンロック一択。このようにしてトライアンドエラーをし、理解力を深め、アイテムやキャラのアンロックをし次の戦いに備える。これがこのゲームの魅力的な遊び方です。
核シンボルの特殊能力などを説明するとキリがないので、それは自身で遊んで確かめてください。夏のセールいいゲームを変えておじさんにっこりです。今後も面白い作品紹介していきますのでお楽しみに。今回この辺で、また次回の面白いゲームでお会いしましょう。それとおすすめのゲーム教えてください。コメントいただけると嬉しいです。